はい。ということで、今日はですね、続東での出来ちゃった再婚についてですね、そのね、続報なんですよね。だからね、昨日ですね、紹介しきれなかった話、どんどんね、紹介していきます。ほんとね、いろんな追加情報あるんで、ぜひね、見ていってください。例えばですね、過去に東出がですね、事務所をクビになってるんですけども、その時の理由っていうのが、これがですね、思ってたよりもやばかったって感じなんですよ。まあ、これ、ある意味ですね、やっぱりか、って感じするんですけどもね。そして、あとですね、東出ガールズと東出の 本当の関係を知る知人が話してるんですよね。それを紹介していきます。他にもちろんね、たくさんたくさんいろいろあります。はい、特で行くんですけれども、まずですね、今回ね、再婚ってことで、普通だったらね、めでたいニュースじゃないですか。なのに今回ね、相当燃えてる感じですよね。で、そのですね、炎上の火種とガソリンについてなんですけれども、まずこれがですね、今年5月に放送された ABEMATV で、でですね、ディレクターからですね、今後再婚の気持ちはありますかと聞かれて、でですね、前回紹介しましたけれども、東手がね、こう言ったんですよね。 うちの娘、息子が大きくなったときに、その時に、お父さんのところにいつでも来ていいよって言える親父でいたいんですよ。だから、新しい家庭を持つとかっていうことは、全然考えてないって言ったんですよね。で、これね、前回紹介したんですよね。だから、こんなこと言ってるのに、結局ね、すぐにこうできちゃった結婚じゃないかって言われてるんですよね。で、ただですね、今のセリフの前に、さらに言ってたのが、こう言ってたんですよ。東出さん、最高の気配はと問われ、ない。誰でも付き合いはしてないし、と明言。そうして続けていったのが、染みたれたことを言うようだけど、人を幸せにできる自信がない。 やっぱ子は親を選べないんですよって言ってるんですよね。だからね、自分は親とかね、夫になっちゃいけない人の気がするって言ってるんですよね。なのに、またですね、すぐですね、できちゃったって感じなんですよね。だから燃えてるっていうあ。だからこれですね、まだね、ちゃんと東手が、よし、俺はね、もう変わった、大丈夫だと決意して、でですね、先にね、結婚してから、そっからの妊娠とかなら、まだね、みんなの見方、だいぶ違ったと思うんですよね。だいぶ違ったと思います。なのに、今回ね、これ、何の決意とかもない感じなのに、そのままね、 なんかまあなんとなくできちゃった。だからしょうがなく結婚みたいな感じ。まあそういう風に見えちゃいますよね。そんな感じに見えちゃうから、だからね、だらしない。大丈夫なのとかって炎上してるんですよね。だからね、人をね、幸せにできないとか言ってるやつが、なんかできちゃった結婚ってね、それはね、炎上するだろうって感じなんですよね。あとね、まだね、この時にですね、今の言葉に続けて言ってたのが、こうも言ってるんですよ。僕は老いたしたってことが別れる直接の原因だったけど、って言ってるんですよ。だからあのですね、唐タエリカとの不倫とかが老いたって言ってるんですよ。老いたって。だからこれだとね、これ。 アンにも、カラタエリカにも、両方失礼ですよね。だってね、3年間振りしてたんですよ、3年間。だから、結婚5年間って、5年間のうちの3年間振りしてるんですよ。それを置いたって。だから、これでまたですね、炎上してるんですよね。そして、あとですね、今回の結婚発表、これ、東が連載してるですね、日刊スパで記事としても発表してるんですけども、そこでね、こう書いてるんですよ。自分のためだけに生きられるほど、私は強くなくて、この数年、生きる理由を探していました。って言ってるんですよ。これも炎上するんですよ。だからね、なんでかっていうと、 今回の結婚と妊娠、良かったって意味なんでしょうけれども、ただね、これに、ね、もちろんね、こう言われちゃうんですよ。今いる子供たちは生きる理由にならないのかよ。って、まあそういう声もあるっていうね。まあ、まあそうですよね、本当はね。まあでもこれ、東でって、渡部と、だからね、アンジャッシュの渡部と、もうね、ためを張るぐらい、未だにですね、世間でね、嫌われてるってね、僕知ってたんですけれども、でもね、僕はね、なんでそこまで、もうね、許してやればいいじゃんって思ってたんですよ、最近まで。でもね、今回の無計画さを見ると、これね、ちょっとね、 世間の方がね、正しかったかなと思っちゃうんですよね。別に僕もね、これね、なんか彼女とかね、付き合ってもいいと思うんですけれども、彼女ぐらい作ってもいいと思うんですよ。でもね、否認はした方がいいし、そしてですね、さっきも言いましたけども、先にね、結婚してからの方が良かったですよね。そう思っちゃいますよね。で、あとね、ちょっと新たに分かったのが、先ほどのですね、もうね、結婚しない宣言について、本当はね、本当は違うんだっていう情報もあるんですよ。これね、事情を知る関係者って人は、これからですね、トースポを話してるんですよ。これね、何についてかっていうと、だからさっきのですね、 5月に放送されたアビマ TV の番組について話してるんですよね。だからね、あんたの子供たちのために独身宣言したやつです。で、あれの放送が5月だったんで、だからですね、そのため SNS 上では、独身宣言からわずか3ヶ月後に、授かり再婚したと受け止められたが誤解があるようだ。事情を知る関係者の話、こう言ってますね。東出さんが独身宣言したのは5月と受け止められてるけど、その回の収録は今年1月。配信が5月だったというだけです。つまり、収録時は交際していません。って言ってるんですよね。 ああ、なんだなんだ、そうだったんですね。って、ならないですよね。全然ならないですよ、この話ってね。あんま関係ないですよね。だってね、前言いましたけれども、今ね、妊娠してる子供っていうと、年末か新年で生まれるんですよ。だからね、そこからね、逆算すると、もうね、2月とかにそういった行為をしてるわけだから、だからね、1月のアビマ TV の収録で、あんたの子供のために、家庭は作らん、結婚しないとか言っといて、で、少なくともね、もう翌月には否認せずに、25歳と行為してるわけですよ。下手したらね、その前か,らかもしれないですよね。妊娠がそこっていうだけですからね。 だからもうね、何も変わらない情報ですよね。以上でした、これ。はい。そして次はですね、フライデーなんですけども、これがね、東出の知人が出ていて、多分ね、この知人っていうと、この人もですね、東出の現在の家に、多分ね、近所にいる人なんですよ。で、取材を受けたんですよね。で、内容がですね、東出ガールズたちがどうね、移住してきたのか、そして、東でと結婚相手のかりんさんとの関係って感じですね。で、内容がですね、 二人はですね、だから、東出とその結婚した松本カリンさんはですね、この二人はですね、約ね、二年前に仕事の現場で出会ったと。で、その後ですね、カリンさんを含む女優三人が、狩猟免許の獲得のため、東出を頼って移住することに。で、三人はそれぞれですね、空き家を借りて、でですね、ただね、食材を分け合うなどの共同生活って書いてありますね。だからね、住むところは別々だけれども、まあ、やっぱりですね、かなりね、近い関係ですよね。で、そして三人はですね、どんどんね、まあ、それぞれが地元に馴染んでたと。そう言ってますね。 で、さらにこう言ってます。ちょっと読んでいきますね。カリンちゃんは東生さんのことを兄さんと呼んで慕ってましたよ。東生さんの家作りを手伝ったり、東生さんが調理した鹿を食べたり、最初の頃東生さんは彼に懐く彼女をあえて苗字で呼んで距離を取ってたように思います。三人娘の中でも特に気が合ってたけど、一線を越えないように、他の二人と同じように接していたんじゃないかな。東生さんの方が気持ちに蓋をしているように見えたので、私は逆に好きなんだろうなと思っていましたが、点てん,てん,てん他の二人も 東出さんとかりんちゃんが付き合うことは分かっていたと思うよみんなで一緒にいるとき東出さんが彼女との掛け合いを楽しんでるのを邪魔せず見守ってる感じだったからって言ってますねただからこれだとしてちょっとね綺麗すぎるというかだからねこれについてねこの記事に対してのコメントっていうのはみんなね気にしてたのはここでしたねこんな感じこの人のことだし共同生活してる他の二人とも関係があるんじゃないのって思ってしまうたまたま一番若い子は妊娠しただけなんじゃてんてんてん一人の女性に断らず開き直って山奥で ビッグダディにでもなればいいんじゃないはてな。10年後には村一つできてそうで楽しみ。笑。アンさんとの子供たちの幸せを願ってます。って言ってますね。で、このね、今のコメントにこれ、見てください、ここ。共感した140で、うーんってのが10なんですよね。だからね、大体の人がそうだと思ってるっていうね。まあ、これ実はね、僕もですね、全然ね、こう東出に、実はこう、異性として興味がない女性3人が移住するとかって、ちょっとね、信じない派ですね。だってね、 なかなか一気にですね、三人の女優がですね、田舎に引っ越してくるのかなってね、そんなことなかなかないと思うんですよ。ないなって思うんですよね。で、さっきやったような、こう、首脳免許の獲得のためってありましたけれども、別にこれね、移住しなくてもね、できるだろうと思うんですよね。かおかしいですよね。そう思っちゃうんですけども。そしてこれね、一番、一番の突っ込みどころってのは、やっぱりこれがですね、じゃあなんで女性ばっかりなんだよって思っちゃうんですよね。<laughs> そう思いません絶対そう思いますよ、これね。だって、今のところの情報だと、 東でボーイズは報告されてないんですよね。だからやっぱそっからしてもですね、やっぱりそういうことじゃないのかって思っちゃいますよね。そう思っちゃいますよね。まあ僕が思うだけですからね。そしてあとね、個人的に気になったのがこれも気になったんですよ。これがね、2021年の10月に文春法出てるんですけれども、だからね、東手がですね、まだね、離婚してから1年したぐらいですね。そこでまたね、文春出てるんですよ。でこれ、ね、どんな内容かっていうと、東手がですね、ハーフで滝沢カレンに似たビジ OL さんにアプローチしてると、まあそんな文章なんですよね。 で、そこで、このように書いてるんですよ。こんな感じ。別の知人によれば、出会って間もない今年5月頃に、東手は A 子さんに積極的にアプローチ、6月にはもう少し近所に引っ越してと頼んで、A 子さんを引っ越させ、毎日のように会ってるというって感じなんですよ。だからね、引っ越しておいでよとかって結構ね、言う人なんじゃないかっていうね。ってことは、これね、東手ガールズも、いや、嘘です、嘘です。まあ、そんなことあるわけないです。これ、冗談です。まあ、冗談と、冗談と思いたい。<laughs> しかもね、これ、すごいのが、これね、ハーフビジョンの OL の A 子さん。なんか、滝沢カレンですかね。で、なんとこれがですね、これ、東出がですね、不倫で仕事を干されたわけなんですけれども、で、そんなね、干された後の東出になんとこれ、映画の主演の話来たんですよね。で、これが、これです、これ。これがですね、飛べない風船って映画なんですよね。で、これが、広島のクレを舞台した映画なんですよ。で、だからね、東出はこの時ですね、ロケで広島に滞在したんですよね。しかし、その時ですね、これ、 我慢できなかった東出が A 子さんを広島に呼んじゃうんですよね。で、ただね、この時っていうと、これね、2021年ですから、コロナ禍、コロナ禍なんですよ。だからね、呼んじゃいけないですよね。で、これも文章が報じていて、で、これね、事務所は激怒ですよ。だから例えばね、これ、広島でね、撮影してるのに、これ東京から人呼んでですね、例えば感染とか広がっちゃったりしたら、もう撮影自体が禁止になっちゃうじゃないですか。中止になっちゃうじゃないですか。だからそういったこともあって、事務所は激怒したんですよね。 だってそうですよ、これね。全部の仕事がなくなって、事務所はですね、なんとこれね、2億円とも言われる違約金を肩代わりしてるんですよ。で、やっとですね、そんな東出に来た映画の主演の仕事の最中に、なんとね、コロナ禍なんだけれども、女を呼んでるって、それがバレたってよね。で、なんとこれでですね、東出は結局ね、事務所をクビになってるんですよね。そうなんですよね。すごいですよね。まあだからね、そう考えるとやっぱね、東出って、本当にダメな人なんだなと思っちゃいますよね。しかもこの時ですね、これ、 東出がいた事務所っていうと、これね、社長がですね、女性社長で、なんかすごいね、これ、俳優ガチ勢みたいなところの事務所なんですよ。で、女性社長がですね、俳優とかにすごい情が深いことで知られてた人なんですよね。で、そんな社長が東出を切ったってことで、これね、業界の人も驚いたんですよね。多分ね、東出っていうと、表に出てないこともいろいろあったんでしょうね。まあ、すごいね。だって、すごいですよね。業界がね、びっくりするってすごいですよね。はい。そして、あ、あのね、これ紹介したんですよ、これ。これがね、何かっていうと、 やっぱり今回の炎上っていうと、実はね、最大の火種、最大のガソリンっていうと、僕ね、分かってるんですよ、これ。なんでこんなに燃えるかっていうと。これが、こんな感じ。東出が共同生活してる女優とは、カラスモリン27歳、斎藤なり29歳、松本カ林二24歳。そして、東出が選んだのが、そうですよね。松本カ林さん24歳っていうね。これね、多分ダメですね。なんかね、 あんまちょっとね、大きな声で言えないんですけれども、なんかこれね、あれなんですよね。年下の男性とかが、例えばですね、年上の女性に行くのは、例えばそこにね、何か問題、だから、不倫とかの過失があったとしても、比較的許されるんですよね。なんかね、うん、なんか、その、あれなんですよ、だから。でもね、若い女に行った男性ってのは、もう、鬼ほど燃やされて、すごいですよね。鬼ほど燃やされるんですよ。で、もうね、戻ってこれないっていうね、そういった傾向あるんですよね。うん、<laughs> ちょっとあんまり言うとね、僕がね、消されそうなんで、いろいろ言えないんですけれども、 はい、そんな感じです。まあねだからね、これ、これですよ、これ。このね、年齢見たときに、あ、東で終わったわ、と思いましたね。お疲れ様です、っていうね。うん。これだってね、今言われてるのが、これで。だからね、松本カりン24歳じゃないですか。これで言われてるのが、体エリカルも若いって言われてますからね。すごい、なるほど、っていうね。そしたら燃えるなっていうね。まあ、だから本当ですね、一般的な倫理と、リアルな倫理は違うっていうね。だからね、 年上を捨てて、年下に走った男っていうのは、もうね、戻ってこれないんですよ。現実的にはね。<laughs> ちょっと、まあ、あんまちょっと喋りたくないですね。はい。そして、あとね、他にもちょっとここからね、いろいろね、その他紹介していきますね。ね、これね、主にね、ツイッターとかで気になったものを紹介していきますね。終わっていきます、これで。まずね、こんな感じ。東出さんの新しい奥さん、ジェネリックアンすぎるって言われてますね。まあ、ちょっとね、これ、失礼ですよね。まあでもね、これね、松本カリーさん、松本カリーさんでお綺麗ですよね。ただこれ、二人確かにね、この写真で見ると、 ものすごい似てる感じしますよね。まあ、タイプなんですかね。そして、こんな感じ。東出昌宏については、女性は、本当最低なクズと評価するが、男性は、こいつ、すげえやつやんと、オスとして評価している。はい、そして次。東出とか言う素人反思考してるだけの男性のニュース、この世で一番必要ないだろうとか言われてますね。ちょっと面白いですよね。そしたらですね、昔から東出っていうと、もうね、本能のまま、好き勝手に生きてたって言われてるんですよね。で、これが、多分これね、昔のね、文集の記事ですかね。こんな感じ。 これ。まずこれね。これなんか、大学生時代の東出らしいんですよね。まあ、イケメンですよね。で、書いてあるのが、学生時代は、当時付き合ってた彼女に首をつけていった。これね、実は写真もあるんですよね。で、他にも、ディズニーランドのアトラクションで性恋をしてた、などの、やんちゃなエピソードがある。東出正大さんって書いてあるんですよね。で、これね、アトラクションなんですけど、どうもね、これね、海底2万マイルというアトラクションらしいですね。まあ、僕ちょっとわかんないですけれども。で、ついこんな感じ。東出に選ばれなかった残りの二人は、 山を降りたのかだけ、絶対にはっきりしてほしいって言ってますね。これね、降りてませんって感じですね。はい、そして次。ひお、イケメンモテ男、東デイさん。山の共同生活でも一番若い女と子を作り結婚し、X のギャオたちのモテ男は年の離れた若い女を選ばないという妄想を粉々に打ち砕いてしまうって言われてますね。あ、そういうのあるんですね。まあ、そういった説があると。はい、次。今まで数々の匂わせを見てきた中でも最上級にレベルの高い匂わせがこれ。カルタリカの東デ。 で、これが、これ、ここ、東ありますよね。で、その下の、で、でがね、この窓らしいんですよ、これ。これが東での出っていうね、そんな感じってなんかね、これ過去にね、匂わせ投稿してたとね。はい、そして次、こんな感じ。東出正宏さん見てると、近代以前の男女関係って、あんな感じで、男の強者総取りだったんだろうな、と感じるって感じだよね。そして、あとね、これ、一番下水んだけれども、僕はちょっとね、面白いなと思ったのがこれなんですよ。今年の1月に初めてですね、東出ガールズが報じられた時に、こんな感じだったんですよ。 山奥で自給自足の生活をしている東でも、女性だけは自給自足できなくて、都会から大量に持ち込んだ模様って言ってるんですよ。これちょっと面白くないですか <laughs> ちょっと面白いなっていう。なんか、女性だけは自給自足できなくて、都会から大量に持ち込んだ模様って言われてるんですよね。面白いなってよね。ダメですかね。まあ、下水ですよね。はい。ということで、今日ね、だいたいこんなところなんですけども、ただね、一応ちょっとね、みんなの心配ってのは、多分これね、これ、アンさんですよね。だから、 アンさんとか、アンさんに送ってる養育費、ちゃんとね送ってんのかってことかですよね。すごいう心配だと思うんですけど。で、だからね、あとね、まあ、あれか、これから生まれてくる子供も心配ですよね。だからまあ、アンさんと子供たちが心配ですよね。で、これね、前も言ったに東出っていうのは、今仕事って言ったらですね、まあ、YouTube だけでも多分ね、生活全然できるんですよ。生活できると。たださらにどうもですね、役者の仕事だけでもね、食えてるみたいって情報があって、で、さらにですね、今回出てきたのが、なんとですね、これ、出たばっかりの情報なんですけど、これがですね、今年の4月に情報公開された、 この作品なんですよ。これからできるってやつなんですこれ。だからね、ネットフリックスの岡田純一主演の戦神ってね、やつなんですよ。多分ね、連続ドラマなんですかね。で、これ何でもですね、明治時代が舞台で、でですね、ギリギリね、まだ残っていた侍たちが、だからね、時代に取り残された侍たちが殺し合う、バトロロワイヤルものらしいんですよ。それの出演がね、なんとね、東で決定してるんですよ。で、どうもこれはですね、とんでもなく豪華な俳優たちがたくさん出る話題作になるそうなんですよね。 で、その一人が東でが選ばれてるっていう。で、これだからね、ヒットしそうなんですよね。で、なんでもこれね、290人ぐらいの侍がバトルロワイヤルするそうなんですよ。で、ネットフリックスって言うとですね、もうね、ギャラがですね、テレビの3倍って言われてるんですよね。だからどうもですね、これ、東での子供たちっていうのは生活はどうもですね、大丈夫そうですよね。うん、そんな感じっていう。はい。ということで、今日はですね、こんなところでございます。 まあでもですね、東で、本当はね、女性関係者なければね、本当ね、いい人だと思うんですけれども、まあでもちょっとね、度合いがちょっとやばいですよね、女性関係の度合いっていうのはね。まあでもとにかく僕はですね、ンさんがこれからもずっとですね、幸せでいてくれたらいいかなって思ってます、本当にね。なんかもうちょっとびっくりするぐらいいい人ですもんね、ビビりますよ、んとね。だから、あ,ああいう人は絶対ですね、ずっと幸せでいてほしいなって思いますね。